はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、日本酒です。キック水の、四段仕込みですね。これ飲んでなかったよな。多分ね。柔らかに優しい口当たり。自然の甘さが美味しい。キック水酒造。ですね。さらっとした甘口と書いてあります。これ何が四段仕込みかっていうと、通常の酒の仕込みにもう一手間加えて、米本来の甘みを引き出しました。冷やせばほんのりと、缶にすれば丸みと厚みを感じる甘みへと変化をお楽しみいただけます。うん、アルコール度数が15度となってます。よいしょ。飲み頃温度。熱燗はおすすめじゃないと書いてありますね。うん。それ以外は、ロック冷やして常温、人肌感はおすすめと。あ、なるほどね。うん、菊水の辛口が辛口、菊水の純米酒が、うま口、そしてこちら四段仕込みが、甘口となってます。はい、とうとう。でこれ製造日が、2012年の10月31日、ほぼ1年経ってますね。まだ経ってないけど、うん、ギリギリ経ってないですね。うん。それじゃあ、飲んでいきたいと思います。まあ、一年経ってないんだったら大丈夫だ。乾杯。甘い。これは甘い。うん。甘いですね。うん。菊水の船口一番絞りに比べると、さらに甘いです。うん。うん。それよりか甘いかな。多分。でもこれちょっと甘すぎるかな。うん。そして、なんですが、今日がですね、10月の26日なんですが、明日ですね、明日日曜日にですね、なんと、この菊水の、というか、俺が住んでるところ、この菊水酒造があるところなんですが、そちらで、いわゆる、新潟の酒の陣。で、これ結構有名なんですけど。うん。まあ、そちらの、まあ、新潟というよりは新発田市で、酒の陣。陣があるというね、らしいです。うん。こちら、俺参加します。はい、手参ります。で、適当に写メ撮りまくって、酒飲みまくってと、入場料500円となっております。うん。ですね。新聞のね、広告にね、あったんですよ。おーと思ってね。うん。まあ、新潟酒の陣はちょっと行けなかったんですけど、まあ、行けないというか無理なんですよね。行けないっていうのも、まあ、新潟にいながらおかしな話なんですが、
しょうがない。だって。ね。遠いんですもん。新潟市内ですね。新潟酒の陣はね。新潟市内で行われますので、こちらはちょっと遠すぎる。遠すぎるってほど遠くはないんですけど、ある程度遠いので、もう絶対ね、いわゆる車使わないといけないですから。まあ、こちら、新発田市の酒の陣。こちらはですね、まあ、僕の住んでる新発田市なんですが、こちら、なんとですね、びっくり。俺今日知ったんですけど、なんと新発田市には4つ酒蔵があったと。酒蔵があったという話がですね、なんだってという。俺個人的に1個しか知らなかったんですけどね。はい。ねえ、びっくりですよ。うん。うん。城下町柴田、酒の陣ということでですね。4つのその酒蔵が参加した、まあ結構小規模な、ね、酒の陣があると。いうことなんですね。時間が、昼の11時、朝11時から、18時までですね。会場が新発田市地域交流センター。うん。新発田には4軒の造り酒屋があります。それぞれの味わいを醸して、国内以外で親しまれております。そんな地酒の味比べや酒の魚が皆様をお迎えいたします。新発田に美味しい地酒があることを再発見してください。ということでですね。この菊水酒造。俺はよく取り上げてるんですけど。こちらと、さらにですね、市島酒造、金益酒造、藤の井酒造、ね、言うあるわけなんですが。まあ、今後、紹介していきます。ね、動画でね。いや、動画でね、もうクソもねえか。まあ、今後飲みますけど、まだ飲んだことはないですね。この3つとも。うん、まあ、よくよく考えてみれば、確かに、俺の地元、っていうか、昔からある酒だなっていうのはわかるんですけどね。まあ、こちらは、酒の陣に参加しまして、写メを取りまくって聞いての動画にアップする形でいきたいと思ってます。うん。で、こちら、全国利き酒選手権、新潟大会予選が開催されます。まあ、俺は当然参加しませんけど。ね。結構面白そうですよ。まあ、俺参加してもいいんですけどね、ネタでね。ネタで参加してもいいんですけど。参加しようかな。ネタで、当日でも参加できるらしいですからね。これ。うん。で、入場先着100名様に特製酒まんじゅう進呈。これ目的ですよ。ほとんど。入場料500円払いの。ね。これほぼ目的にね。で、あと、まあ、俺昼11時からもういきなり行く予定なんで、この饅頭を求めてね。いろいろつまみとか、ね、もう売られてるらしいので。うん。まあ、酒は当然試飲なんで無料ですけど。ですね。こちら。ね。当然ながら。っていうか、ま、参加、普通だったらちょっと参加できなかったんですけどね。うん。俺の、まあ、ちょっと家の事情で、まあ、送ってもらうことができることになった。送り迎えして、ね。一応、新発田市なんですけど、残念ながら、ね。なんていうんですか。遠いんですよ。
千葉と市にいながら遠いんですよね。はい。残念ながら。だから歩いて行ける距離だったらまあ行けるんですけども、さすがに歩いても行けない。チャリでも行けない。まあ、チャリだったらいけるんだけど、チャリでも結局酒飲んだらチャリもね、車と変わんないわけですからね。危ないです。うん。まあ、ということで、まあ、ね、お待ちしていてください。関係ないですけど、濁り酒58、まもなく出荷だそうです。10月の21日、これ、菊水酒造のホームページのニュースですね。もう間もなく出荷か。まあ、飲みますが、うん。まあ、買いますけどもね。うん。で、また関係あるんだけど、先ほど言った酒の陣の4つの酒造があるんですが、こちらですね。また超びっくりすることにですね、この柴田市、市内で4つなんですけど、で、この菊水酒造は、もう割と遠いんですよね。柴田市の、俺の住んでるところの、の市内の、なんですけど、同じ市内なんだけど、まあ割と遠いんですけど、実はですね、超絶割と近いところに、ある、酒造があってですね、それの名が、藤の井酒造です。藤の井という。まあね、多分ここだけ有名なんでしょうね。新潟のね、新潟って言ってもまあ、柴田ぐらいしか有名じゃねえんじゃねえか。まあ、少なくとも新潟でもまあ割と有名な、日本酒の、まあ、メーカーなんですけども。うん。藤の井。まあ、ひらがなで藤の井なんですけど。まあ、藤の井でググると、まあ、出ますが。はい。新潟県柴田市、地元の蔵元、藤の井酒造株式会社。これがですね、ものすごく俺の家の、もうね、チャリンコで、そうだな、これ言うとやばいな。住所特定されるからな、あんまり。チャリンコでも行けるぐらいのレベルのところにあるんですけど。まさかあったのかっていう。こんなとこにあったのかっていう感じなんですけど。ね、はい。でですね、もう、すごいのがあって、それのですね、純米吟醸に、名前が紫雲の光っていう、まあ、お酒の銘柄があるんですが、こちらがね、もう、ドンピシャのね、ピシャピシャピシャみたいなレベルのですね、この紫雲、まあ、紫の雲と書いて紫雲と読むんですが、こちらがですね、まあ、ものすごくいろいろな意味でドンピシャなんですね。まあ、俺、これ以上言いませんけど。まあ、うん。あんまり気にしない方がいいです。まあ、俺の地元ということで。地元という意味で、ドンピシャですね。でですね、この、藤の井酒造。なんですが、かなり、まあ、マニアックな、お酒、日本酒でして、実はですね、こちら、まあ、皆さん知ってるとは思うんですけども、メゾン一国。はい。メゾン一国という、漫画ですね。があるんですが、こちらの大吟醸メゾン一国。もうまんまですね。もう、その、メゾン一国って、メゾン一国の漫画の大吟醸があるんですよ。名前の、そういう名前の。
大吟醸があり、うん。まあ、こちらですね、作者が、高橋ルミ子先生なんですが、まあ、この高橋ルミ子先生っていうのは、まあ、新発田市出身ではないんですが、まあ、というか、新潟市内なんですよね。どちらかというと。だいぶ遠いんですが。まあ、この人がの協力ですね。協力により、藤の井の酒造の社長と、協力によりですね。まあ、手を組んだんですね。いわゆる。うん。うん。この社長と手を組んだわけです。この人は。そして、もう見ればわかるんですけど、もう、いわゆるあれですよ。俺、メゾン一国全然知らないんだけど、あれは知ってる。犬夜叉。犬夜叉はアニメで何度も見ました。何度もっていうか、普通にやってた世代なんで、うん。まあ、犬夜叉の作者の人ですね。はい。こちらの、ラベルがね、ラベルが、その、メゾン一国の、ラベルの、漫画の、ね、絵が描かれた、ラベルのですね、まあ、お酒があるんですよ。で、俺もびっくりしたんですけど、普通にそこら辺の、スーパーの、日本酒の売り場で、普通にメゾン一国とかって売られてるんですよ。ね、普通にメゾン一国の、こう、お酒がブワーンみたいな。あーみたいな。うん。そしてこの、まあ、メゾン一国。まあ、新聞にも取り上げられましてですね。2006年の5月11日、新潟日報という、まあ、新潟のね、新聞なんですけど、新聞会社なんですが。はい。大吟醸発売ということでね。漫画メゾン一国の原作者、高橋ルミ子さん。かっこ新潟市出身。書き下ろしのイラストをラベルに使用した、漫画と同名の大吟醸酒が、10日新発田市、かっこ市。ブブブブブの、藤の井酒造から発売された。まあ、さっき言った藤の井酒造ですね。俺の超地元の。ラベルを見ても、酒を飲んでも楽しめる一品に仕上がった。うん。これは珍しいですね。わかんないけど。日本酒で、漫画のイラストがある、日本酒のラベルの酒っていうのは、相当珍しいんじゃないかと。うん。ラベルにはメゾン一国の舞台となるアパート一国館の管理人を務める音梨日々子のイラストが描かれていると。まあ、俺ここら辺全然わかんないですけどね。メゾン一国はね。全く知らないです。犬夜叉もほぼ知らないです。犬夜叉は知ってるんだけど、そこまで、ストーリーとか全く知らないんで、適当にアニメで見てたっていうだけなんですけどね。うん。まあ、こちらはね、俺よか確実に上の世代の人間の、が好きなっていうか、まあ知ってる。メゾン一国は多分、30代でしょうかね。の人が知ってるんだと、だと思うんですけどね。まあこちらがですね、メゾン一国がですね、ちょっと待ってね。商品一覧で見てみますが、藤の井酒造、こちらはですね、もうほんとすごいんですよ。カップ酒あるじゃないですか。カップ酒にですね、ランマ2分の1カップ。これランマ2分の1もこの人書いてますね。まあ、ランマ二分の一も、まあ、かなり有名なんですけど、僕知らないです。知らないっていうか、有名なんだけど、見たことはないっていうか、内容は知らない。
タイトルは知ってるけどね。の、ですね、パンダ。人気キャラクター、早乙女、玄馬、かっこパンダを配した楽しい商品という。まあ、その、パンダがね、ここに書かれてるんですよ。その透明なね、カップ酒に。これが 180ml、315円。うん。ですね。まあ、あと、メゾン一国。のがね、何種類もありますね。で、さらにびっくりすることに、この人はうるせえ奴らの、ね、イラストも、手掛けてるということで、うるせえ奴らの、ラムちゃんのイラストをふんだんに使った楽しいお酒です。これもですね、あるんですわ。はい。ね、あ、なるほどと。うん。だからまあ、相当ね、新潟の中では、ほんと、ひときわ目立つ、ね、日本酒の、まあ、ラベルだと思いますね。これは。すごいと。いや、まさかこんなね、超地元に、俺の、超家の地元にね、うん。まさかこんなところに酒蔵があったとはと。別に地元、まあ、地元っちゃ地元なんですけど。ね、歩いていくとなるとかなりかかりますが。かなりもかからない。1時間以内で着くけど。歩いて何分くらいだろうな。そこまで歩いて。歩いて何分だろう。まあ、1時間以内には着くことは確定ですね。うん。チャリだったら、まあ、ちょちょんのちょんで着くか。なんかよくわかんない。多分歩きで30分くらいで着くんじゃね？だからチャリだったら10分くらいで着くかもしれないね。下手したら。いや、10分で着かねえか。ああ。まあ、20分くらいかかるか。そんな感じのところなんですが。うん。確かによくよく考えてみると、富士の井って俺ずっと日本酒、まあ俺興味なかったんでずっと知らなかったんですけどね。いや、まさかですよ。はい。で、これびっくりすることにですね、どうでもいいんですけど、この、富士の井の大吟醸があるんですが、こちらがですね、いわゆるものすごく高いのがあって、なんと 180ml、1050円のやつがあるんです。ね、高すぎねえか、これちょっと。まあ、うん。ね。ということで。こちらですね。まあ、いろいろ受賞歴はあるんですが、最近だと、平成24年、去年のやつですね。全国新酒品評会、金賞受賞したのが大吟醸。720ml ね、5250円。ですね。うん。で、ん？うん。金賞受賞して、で、あとまた、平成24年同じ年の去年のやつですね。第83回関東、関東信越国、違う、信越国税州、種類、品評会、最優秀賞。うん、取ってますね。あともう一個も取ってますね。めんどくさいから言いませんけど。
で、こちらがですね、今回、いろいろ言ってきましたけど、何がお前、地元の酒なんだと、いうことのこだわりのところをちょっと言いますが、ここに書いてありますが、ホームページに。富士の井の酒は地元新潟産、新潟県産の米の中から品質の高い米をよりすぐって原料としております。酒造りは米作りからを実践し、蔵人をはじめ、地元農家の熱心な生産者の皆様と共により良い、米作りに取り組んでまいりました。仕込みは11月2日。違う、間違えた。11月から2月までの冬期間に伝統的な新潟の酒造りを手法で行います。特に書いてなかった。これね、結局ね、ぶっちゃけそこら辺の何が違うかっていうと、米が違うんです。米。うん。ここら辺柴田市のですね、酒蔵でもうほぼ間違いなく使ってる米というのがですね、酒米の、酒煮の結局ほら、今酒米でウィキペディアでググったんですけど、ね、日本酒を醸造する原料、主に、麹米として使われる米である。正式には、酒造公的米、もしくは醸造用玄米と呼ばれ、特有の品質が求められるため、通常の食用米や一般米とは区別される。つまり、通常適当に食べる米とは、いわゆる違うというより、酒の作りに適した、ね、ものということになります。はい、こちらがですね、有名ではないか知らんけども、500万石という、酒米、米ですね。米の品種があるんです。うん。500万石。漢字で5に100に、1万の万に、石と書いて、500万石。そのままなんですけど。こちら、ほとんど多分新潟県米、新潟県の酒蔵で使われてるとは思うんですが、こちらですね。500万石。これね、新潟県でね、ほとんど知らん人間はいないレベルの、あれですね。酒造公的米の中でも日本一の作付け面積を誇る。マジで？酒造公的米の中でも日本一の作付け面積を誇るんですか？この500万石というのは。というのは、皇室で、この、酒米で、これなんて読むんだ、醸造の造の、醸か、これ。醸造の醸か。これなんとか仕上げた酒は、どちらかというと、淡麗ですっきりとしたキレの良い、酒を生み出します。原産地は新潟で、富山、石川、福井など、北陸を中心に生産量が高く、昭和32年、新潟の500万石、生産高が500万石を突破したことに記念し命名されました。あ、そういうことなの？そういうことで言ったの？つまり昭和32年になるまで500万石っていうのは、
米の名前っていうのはまだ決まってなかったってことになるね。生産高が500万石、これ単位ですね、いわゆる。500万石という、まあ、単位なんですけども、単位を突破したことにより、命名された500万石という米と、いうことになってますね。いろいろありますよ。取扱い商品、まあ、お酒。まあ、俺が飲んだ中だと、しめはりつる。ね、以前紹介したしめはりつる。で、あと、腰の影虎。こちらも使ってます。とか、使ってない新潟の、あれ、酒蔵なんて、ないんじゃないか、これ。逆に。こんなないだろう。もうどこでも使ってるぞ、これ。ほとんど。新潟で。だから、酒の、結局、ほら、酒で有名な新潟で、最も多分一番使われてる、米というのが、この500万石と。ね。もの、なわけです。あ、出荷されたんだけど。濁りだけ58出荷開始だって。あららら、10月の23日だから、もう、今日もあれ、発売してるわ。もう全部飲み終わったんですけど。はい、こちら、菊水の4段仕込みは、まあ甘い。これ初心者向けですね、かなり。ただ、難しいですね。まあ、四つ星でいっか。ということで、ご視聴ありがとうございました。